スノーマン作間大介迷い猫の創作で見せた涙ながらの姿に視聴者から感動の声それすの7月7日放送のそれスノーマンにやらせてください毎週金曜夜 8-00854TBSK パラビでも配信では作間大介が行方不明になったペットを見つけ出す仕事を体験 自身も2匹の保護猫を自宅で飼う動物好きの佐久間が行方不明になってしまった猫の捜索に同行し探し方をプロから学びながら動物に対する深い愛情を示した。佐久間猫の捜索に意欲ちょっとでも力になれたらスノーマンがそれぞれの特技や趣味を活かしてその道のプロ ニデシ入りしたいあたりでチャレンジする新企画、それスノーマンにチャレンジさせてくださいとして自らをスノーマンの中での動物をアイス担当と称する佐久間がペット探偵の仕事に挑戦。探偵歴25年というジャパンペットレスキューの遠藤正王さんのもとで9日前から行方不明となっている猫のシ君くんの捜索に同行。 まず飼い主と対面した佐久間は、シ君も保護猫ということで僕も保護猫を飼っているので、ちょっとでも力になれたらと申し出る。